ありがとうね、本当に。あ、単独ライブ、プレディアみんな見に来てくれて、そうや、V も出てもらったよ、 VTR も出て、ありがとう、ほんまに本当にありがとう。偶然街で会ってね、そう、僕らが代官山でね、外国人ナンパしてたんですよ、そう、企画で、企画でね。そしたらたまたまね、これプラス村上さんがいらっしゃってね、そう、で、V にも急遽出ていただいて、急遽出てもらって、単独ライブの VTR で、嬉しい、単独ライブみんなで見に来てくれてね、めちゃめちゃ面白かった、うん、めちゃめちゃ笑ったよ、もう笑いすぎてちょっと、あのなんか呼吸がなんか止まりそうになって、もうなんかなんか、あの本当にラッちゃんヤクザのネタでめちゃくちゃギラギラ、あのネタで、あれで、あらヤクザのネタでギラギラ、ギラギラ、あ、よかったわ、あ、そう、よかった、あ、ありがたい、プレディアがいっちゃん笑ってましたよ。じゃああんまオケてないよ。それダメだって、プレディアしか笑ってなかったらあかんやん。そんなことみんな笑ってたよ今。それぐらいプレディアに誘ってねってグレてた、なるほどね、あれいつ来てくれてたんだっけ、プレディア。そうだそうだ、笑い最初の日にね、金曜初日、19日初日か、そうや、そうや、で、その次の日かな、前田さん誕生日の、そうです、だからちゃんコロピー20代最後にしたのはこんな記念すべき、ニューヨークさんの単独ライブを見た、じゃあ俺らあれ20代最後のちゃんコロピーを見てたんだ、そうでございます。いや20代だってそのさあ、なかなか大事な誕生日やで、それもう誕生日を迎える夜ってことでしょ、はい、その日付変わった誕生日でしょ、はい、ありがとうね、我々の予定とかなかったの？だからあのその後どうしたの？その後、はい、あ、俺らの単独見てみんなでご飯食べる、はい、そう、ご飯そのまま食べる、だってね、それこそあのレイコップとかも来てくれてる、そうです、言っても来てくれて、カウントダウンはみんなでしたってこと？カウントダウンはね、ラちゃんたちにみんなでしてくれた、あ、したんや、逆に良かった、あれ欲しいでしょ、あれ、シャクラのあれ欲しいです、あれどこ行っちゃうの？あれ売ってる、あれ4000で売ってるよ、あれ売ってる、ネットで、売ってるんですか？売ってる、いや、売ってるやつじゃなくて、あいつが物もすごかったの、いやいや、それまだ使うもんすっごいキラキラした目でシャクラのとこ見てて、で、あの後、あれ出た後に松木を行って、で、私、あの子たちが買い物してるところで外からこうやってやってたんで、あのシャクラの登場あるじゃないですか、シャクラの登場あるじゃないですか、シャクラしてる人間がいた、恥ずかしい、ありがたいけど、シャクラこうやってずっと待ってんのに誰も気づかなくて、なんか知らない人にすごい変な目で見られてすごい恥ずかしかったっていう話、俺らネタであったんですよ、シャクレてるコアラでシャクラっていうのが、ね、出てくるコントがあったんですけど、いや嬉しいな、でその後みんなでお祝いして、はい、うん、ちゃんこよびき誕生日、はいはい、みんなでかあの瞬間も祝ったの、どうやって祝うの？どこで祝ったの？どうやって？どこでそのご飯12時だってね、いたもうすぐ30になるよっつって、うん、あの31でアイスケーキ買って、うん、家でゆずかんちの豪邸で、え旦那さんは旦那さんはいなかったんですよ、じゃあ宅飲みや家 で、 そうです、いや飲んでない、お酒飲んだ、飲んでない、ほぼ飲んでなかった、うん、なんでだっけ、ななんか次の日にうんこミュージアム行きたいから早く起きないって、あ、そうだから、うんこミュージアム行った、何うんこミュージアム、いやいや今流行ってんねん、なんかうんこミュージアム、はい、毎年あのどこ行きたいって結構聞いてくれてリクエストに答えてくれるんで、そんなみんなで前田さん盛大に優しいね、嬉しいね、前々まずライブも来てないし、あら、あれ前も出なかったの、あれごめんなさい、そうだ、仕事だよ、ずっと黙ってたの、あ、そうだ、俺もどっちやったっけ、あれ、あ、仕事、仕事でした、あ、前も何してんねん、逆に気まずくなったから言ったわ、もう、あと誰がおったっけ、あと青山さんと、あかな、あかね、あ、あかねが日暮れとったわ、ルナ、あかね、ゆずか、ゆずか、あ、言ったね、あ、ちょっと待ってくれ、来てない人ちゃんと覚えとこう、来てないのに、ライト全員知ってる、マイマイ、あと誰だ、沢口、うんうんうん、あ、ケイタンね、と村上、え、村上さん来てなかったっけ、前回の多分、あ、そっか、村上さん、もう V 出てくれとったからね、仕事だったね、仕事だった、まあ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 って言われたら、いやいや全然本当にいなかったんですよ、いやいやいや、仕事がなければ仕事がない、しょうがない、俺もあのこの間実は見に行ったのよ、みんなのライブ、あ、来てくれましたね、あの、そのあのつい最近ゴールデンウィークに、いつですか、渋谷で倒れ込んで、倒れ込んで、嘘、え、お前行ったの、俺行ったのよ、俺らも渋谷でその日あれやろ、スクランブル交差点の前でライブあったんやで、どうしようと思ったらそのツイッターで見て、あれ倒れ込んでやってんじゃん、俺も思ったよ、行こうかなって、お前行ってたんや、そう俺行ったのよ、
くださいよ。だからそうみんねすごくって。いやキモいとか。なんなんその日本撮りのこのタイミングで言う。なんもっと早めに言えよ。言ってくれたから。ハンドぐらい見に来て。じゃあ言わんとこうとしてたよこの話になかったら。あのすごかすごいね。もう人がいっぱいすぎてさ。あれ無料イベントでしょ。無料イベントです。で新曲のね。はい。イベントだよね。じゃあいやもう人がすごくて本当見れなかったの。だから見たんや。そういやでも本当にもうこんなに人に埋まんのってもう一切見えなくて、もう声しか聞こえない状態。だからどうしようと思って最初のまあ2曲くらい聞いて、でなんかそこでチャンコロピーがなんか MC でね、なんか MC なわー喋ってなんかしない覚えてないけどなんかしないで大爆笑って言ってたの。チャンコロピーが MC で。俺はでもそれを確認して帰った。もう別に俺が見届けなくてこれ大丈夫。何その親と心みたいな。盛り上がってるし。あ、めっちゃ本当に来てくれた。ありがとう。でその後新曲やったネイキッドね。ネイキッドポーズね。ネイキッドポーズ。新曲半一番だけ聞いて帰った。あいい感じじゃんっつって。新曲もなんか一番聞いてあいい曲だなって分かったからもう帰った。全部聞かなくてもあこの曲はいい曲だわ。連絡せや誰かに言ったってそれやって。いやいやその別に連絡するまでもないけど、ね、後ろの方だこっそり言って。そうそうそう。いやすごかったよ。いやあんな人がたくさんあれすごいよ。すごいね。見えなかったんだよだって俺。もっと見たかったけど。俺らも駅前でやったけどそんなな人いっぱい集まらんかったよな。まあねすごいよ。ゴールデンウィークね。そうかそうか。そんなこともありつつ、次はねじゃあ行かせてもらいただきたいね一緒に、うん、出たいです。いや全然出たいです。出たい出たい出たいって言い始めライブに単独ライブにゲスト呼んだことないで。お願いします。初ゲスト。コントやりたいんです。いやなんかそういうライブする、うん、もう長いことやってるしさ。一緒にあこの番組のイベントやったらいいんじゃない。あ確かにそれはれやろうよやろうよ。ギャラだけちょっとあんまり払わねえんで。やばいです。確かに今夜もチェケラチオ公開放送やろうで。あーいいよ。公開イベント、うん、ぜひお願いイベントしたら ね収録せんとイベントしたら、うん、何やる。じゃあ6人まず全員集合かな。そうなったらいやそれはね、はい、もちろんでちょろちょろと歌ってもらってもうほんともう、うん、もう手抜いていただいて大丈夫です。さらさらっと俺も俺はもう漫才ちゃろちゃろってやる、だから132曲くらいいける。え、もう全然待つ。2曲で、俺ら2分くらいやって短い、サクッとやって短い。俺らもうちょい挨拶代わり逆にやりづらいよ、だからそれでなんか ね、したいよね。うん、それ喜ぶんじゃない。で、悩み相談とかさ、あ直接ね直接乗ったり、うん、飯作ってもいいしさ、なんか、うんうんうん、確かにカニ食ってもいいし、ぜひぜひ生ハンベロも寿司食ってもありだよね。あ、なんか食いながらやりたいね。いや、いいですね。お酒飲んでもいいしね、うん、やってないですね、まだ。なんだっけ、うん、テキーラなんだっけ、なんか言ってましたよね。何あれ、なんかテキーラみたいな、うん、なんか言ってた、ですよね、うん、やりたいことみたいな、その番組で。ああ、うん、テキーラパーティー。テキーラパーティーでしたっけ。テキーラパーティーテキーラだったっけ。忘れたけど、あれなんだっけ。なんか言ってましたよ。負けてき、あ、負け、そう、負けたらみたいな。あ、いいや、いいや、いいじゃん。ベロベロになろうや。最高だ。大変。